はいどうも、七色ガンプラ部です。この動画は全11回およそ7ヶ月にわたって制作していたマスターグレードエクセスガンダムの制作まとめ動画です。本編を全部見るのは非常に長いのでざっくりとまとめておこうと思います。余裕があれば本編の方も見てくださいね。それではゆっくりとご覧ください。
七色ガンプラ部。はい、そういったわけで今回の動画は総集編でしたね。これまでの制作7ヶ月分をざっくりと、まあ10分程度の内容にまとめたものになります。まあ制作工程自体は8分ぐらいかな、まあそれぐらいでまとまりました。これなかなか大変な作業ですね。振り返って過去の自分の動画を見ながら編集しないといけないので、まあこれはこれで今後ね、長いスパンの制作をやった場合にはこういう見せ方もありかなということで、今後に役立てていこうと、そんな風に思います。一応完成してからですね、だいたい1週間近く乾燥させまして、塗膜が落ち着いたのを見計らって頑張って変形させてみました。もうね、変形させてる間中ね、すんごい嫌な汗かくんですよ。まあ壊れるんじゃないかっていうのが結構ありまして、私の制作で可変機っていうと、まあほとんどの場合ね、可変機構をできるだけ残したまま作ってるんです。で、変形できるんですかって聞かれた時に変形できますよって答えるんですけど、実際に塗装してからこうやって変形させることってほぼほぼないんですよね。当然のことながら擦れる部分っていうのが出てきます。この XS ガンダムであればコアブロックの周辺だったりとか、あと腕ですね、肩をこう、肩の外装をくるっとひっくり返して腕を折りたたんで中に入れるんですけど、この時の肩の外装の内側のスペースと腕の幅が微妙に被るんで、どうしても擦れるんですよ。で、そんな理由があって変形できるけど変形させませんよっていうスタンスでずっとやってきたんですけど、まあこれにはね、懐疑的な方もおられるようで、はい、本当に変形できるの、このこんだけいじくっててっていうね、そういうふうに言われることがあるんで、まあ1回ぐらいはね、こうやって変形させんのもいいかなと思って頑張ってやりました。ちょっとね、本当に緊張しまくってる状態で変形させたので、この、G4 トレス形態では腕の角度、腕の部分、肩の角度かな、肩の角度がちょっとうまくいっていなくて、調整しないままに撮影してしまったので、ウィングバインダーがやや上を向いてるような状態なんですけど、これはもう単純に取り付け角度の問題なので、肩をこうちょっと回せばまっすぐ前を向くような、そんな形になります。そこはもう安心してください。ただね、もう二度とやらないこの XS ガンダムに関してはもう二度と変形させません。まあ、そのつもりで今回1回だけの変形ということで頑張ってやりました。さあ、こうやってね、振り返ってみると、やっぱり後に残るのは、まあ、もちろん満足感、それから達成感、そういうのはありますし、まあ、所有感もね、このキット、すごい大型キットなんで所有感も満たしてくれるんですけど、もっとできたなっていう思う部分っていうのは必ず出てきますね。
これを、まあ、次の制作に生かすというと簡単なんですけど、じゃあ次にこういった感じの大型キット、もしくは同じキットをね作るときに、今のこの気持ち、ちょっとやり足りない部分あったんじゃないのっていうこの気持ちを持ち続けたまま制作できるのかどうかというのが私の今の懸念点でもあります。1回目のディープストライカーの制作時は比較的やりきった感がありました。あの時できることを、そしてやりたかったことをちゃんと盛り込んでやった。そしてリベンジでもある今回のエクセスガンダム、前回できなかった、そこから温めていたやりたかったことというのはちゃんとやりました。でも7ヶ月というこの長いスパンがあったのであれば、もっと気づく部分があったんじゃないのっていうのはね、どうしても残ってしまうわけですよ。これをどう自分の中で消化していくか、もしくは再度温めて次の制作に取り込んでいくか、このあたりで自分の作品が今後レベルアップしていくのかどうかというのの一つのきっかけにもなるんじゃないかと今ね、今思ってます。作ってる途中はもう必死だったんで、そんなこと全然思ってなかったです。時間を置いて振り返ってみるというのは、やはり自分にとって非常にいいことなんだなと、そんなふうに思いました。まあでもね、XS は当分やりたくないかな。しんどい。しんどいよ、これ。で、今回はキットを譲っていただいたっていうのもあるので、非常にね、なんて言ったらいいんでしょう。義務感というものも生じました。絶対にこれはいいものにして仕上げないといけないと。それは悪い意味じゃないですよ。非常にいい意味で。なので、それも踏まえて、作品の出来栄えというものは、まあまあ満足してます。なかなかいいものができた。そんなふうに思っています。皆さんは、私の今回の制作を見て、どう思われたでしょうか。非常に好意的なコメントたくさん寄せていただいております。今のところ誹謗中傷のようなものはありません。もう非常にありがたい限りです。ぜひね、このまま皆さんに私の作品が受け入れてもらえるように、今後も制作続けていこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで今回の動画はここまで。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もお楽しみに。それでは。